はい、皆さんこんにちは。本日はアップスターズダーザンボーゾーです。そして竹谷桜です。どうも、ミョウです。はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、ということで、いや、ちょっと待ってください。今日は、はい、ミョウさん、はい、なんかランク高くないですか？いやあれなんでですかね。ランク高いですか？逆に、いや、前からね、すごい野間頑張ってたな、ね、知ってるけどさ、なんか待って、野間くんまたやってたわ。いや、今野間くんやるやつおる？いや、おる。いや、はぐれメタルよ。はい、はぐれメタルちょっとやばすぎる。うん、でもやばい。うん、やばい。つか今回のコラボは、うん、まあ、モンスト史上一番最高なコラボかもしれない。おお。かなんなら思っている。おお、はい。一番最高っすわ。ね、楽しい。なんかこの内容、もちろんね、この大の大冒険って作品もあるんですけれども、うん、内容がえげつないよね。ね、えげつない、もう恩恵ありすぎ、うん、まずはそのはぐれメタルの経験値じゃん、はい、まあそれやってればもうメダルも稼げるじゃん、うん、業務も増やせるじゃん、うん、だからしゃぶり尽くせんのよ。コラボ期間最後まで。そうね、今までのコラボって、うん、そのもう全部運極作ってガチャゲーム一通り試して、うん、楽しんだらまあ一旦まあ終わりかな、休憩かな、モンストって感じだと思うんだけど、これ8月2日まであの、うん、しゃぶり尽くせるんですよ。めっちゃしゃぶれるんですよ。経験値はまだはぐれメタル、まあ、あれがね、なんかそもそもドラクエやってた人はさ、やっぱはぐれメタルってもうああいう感じらしいじゃん。経験値がいっぱいね、そう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 、すぐ逃げたりとかね、まあ、そもそも出てこなかったりするんだけどっていうね、レベラリモンスターとか、いや、それをモンストでやるかみたいな、ね、再現するかみたいな。逃がさんからね、我ら逃がさんね。たまに逃がすとこんな顔になる。反射でね。そう、だからこれ流れてこうやってやってるからさ、あ、次 4P だなと思って言ってると、え、1P だったっつって、あ、逃げた。で、はぐれてるから、スイーンって言って逃げた。こうやって逃げていくの、あ、うぜぇって。それ見たことない。で、その後は大概流れ悪くてはぐれてるって意味ですね。なるほどね。まあ、で、条件があれね、コラボキャラ1体入れるんだけど、これも緩いよね。そうですね。まあ、そうだね。まあ、配布のキャラでも。そう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 、うん、まあ、なんでもいいんだけど。スライムとか入れられるとかね、するし。そうそう、もう このキャラだったら何でもいいじゃん。あとは、もうこの辺でも、うんうん、氷でもいいから。まあ、ね、ソウルで手に入るキャラでも OK と。もうハドラーとかさ、まずいことになってるからさ、小説のやつでそんなにラッキングって、ね、一周一匹しか落ちないんですけど ね、ハドラーどんだけ回ってるかって話だよ。402って。うんうん、うん、ちなみにハドラーはどういうパーティーで回ってるんですか？いや、俺はあの このパーティーですね、まあ、これでやってるんですけど、ポップ構える、ニュートン構えるで、フレンド構える紋章みたいな、うんうん、ゲージ文章ついてるやつがいいっすね。なるほどね、適当に弾けるね、うん、ついてない人はちょっとついてねんか、すいません、思ってますんで、フレンドの方ちょっとね、ちょっとつけます。もうこの動画見たら変えていただいて思ってますんで、はい、まあ、まあでもこれがベストではないですね。いろんなパーティー行けるとは思うんですけど、まあ、そう、ただ別にハドラーじゃなくてもまあいいわけです。まあハドラーじゃなくて回るところは、ね、ヒュンケルとかですね、楽なところでね、まあ、ヒュンケルが個人的にはおすすめかな。うん、うん、ヒュンケル、ちょっとベネットとアルセイル持ってる方は絶対ヒュンケル行った方がいいと思います。うん、これでやってます。なるほど。だ、まあ、フレイザードとかも結構なんかある程度決め打ちみたいな。ああ、そう、6手ね、あれ。まあでも、まあ、あれ、ああいう立ち回りが好きな人は、うん、あれでいいと思う、うんうん、めちゃくちゃいいと思う。でもミスった時あれマジであれに、それだから結局まあどれでも割と簡単に周回できるんで、うん、こっちも適当にやれるよね。まあ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 、まあ、そうですね、うん、まあ、まずこの一つが、はぐれメタルが大きな目玉、まあ、はぐれメタルね、ちょっとやばすぎたけど、ノマの何ぐらいだろうな、純粋ポール次にどんぐらいなんで、ノマのクエストと一緒。いや、ベルノマよりいいっす。あ、そうなんだ。3倍よりいいから、うんうんうん、だからマジで今回ノマにはやる意味ないっす。ノマが相当好きな人じゃない限りは、もうノマ好きだわ、ノマしか勝たんって人はノマやってください。遭遇率とか、もらえる経験値とかを考えたら、まあ、こっちの方が、まあ、まあ、効率考えたら完全はぐれメタルだと思うんで、うん、まあでも本当ランクだけじゃなくて、まあ、この副産物としてね、うん、メダルが手に入ったり、運極もだって俺なんならもう宝箱のアイテム使うのやめたもん。どうせ治るやろって。いや俺も初めから使ってないです。運枠も入れないし、なんかもう逆に運気になっちゃったらちょっともったいない感じるし、ね、うんうん、これマジでいいコラボだわこれは。だからソロ戦の人も楽しめる、うんうん、いや、そうよ、うん、っていうのが結構大きいなって思ってて、間違いねえよ。やっぱりマルチよりソロの方が周回速度はね、いや、まあ、圧倒的に、うん、わけじゃないですか、うん、で、まあその
やっぱりその経験値をランク上げをまあメインに据えるんだって、うん、まあ、運極だったらねもちろんマルチの方がいいんですけど、うん、据えるんだったら絶対ソロの方がいいから、あの本当にソロでもやる気が起きるようになりましたね。間違いない。やっぱり今まで の, その運極作りがメインってなると、うん、ちょっとソロだとあんまりやる気が起きなかったりしたんですけどね、まあ、偽勇者ね、これもね、あれだね、ゴメちゃんを作るっていうか、まあ、このクエストも簡単、簡単じゃん。まずギミックなしだから、仕事もありやすいんだよね。で、2倍生きてるじゃん。そう。このね、偽勇者、このゴメちゃん作るの簡単っていうのも非常にいいですね。まあ、ほんとクエスト通して全部周回しやすいですよね。うんうん、まあ、でもゴメちゃんは作んなくていいっす。簡単。うん。僕は他に入れてください。ゴメちゃんの、俺発動がきついと思ってて、40ポイントあるんだよね。あれきついっすね、正直。ゴメちゃんの分の、あのかけらは取っとき、まあ集めといて、必要になったらあげればいいって感じですね。いや俺、俺守護神やってるのだいぶ珍しい。珍しいな。ほとんどハグネメダル紹介してる。俺やってる場合じゃねえ。やってる場合じゃねえ。忘れそうだよ、ね。これやってる時間ねえわ。ハグネメダルやんないぞってなってる俺は。うん、なんだね。まあ俺の優先順位的にはね。ミスったね。まああの。超絶は終わらせてよかったわ。一緒にやったもんね。そう、一緒にやったね、うん、あの時はね、そのはぐれメタの美味しさっていうのもね、そう、実際遭遇率どうなのってなってたからね、最初、うん、で、結構高い、あ、出た、うん、大概 50% ぐらいあるから、うん、まあだからね、上振れ下振れもあるけどね、うん、うん、待てない時はまあこれのぐらいの時もあるけど、だから1日ごとに誰かが絞られてねって言ってるもん。今日も渋いわ。そう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 。一日ごとに言ってるやついたから、まあ、まあ、上振れ下振れあるよ。うんうん、俺も10連続くらい出なかった時あるし、来る時なんか10連続来る時もあるし。うん、50% なんてそんなもんですよ。そう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 。まあ、確率は体感がそう、分かんないけど。まあ、すぐ起こんないようにって感じです。気をつけてください。あと、スライムが強い。スライム辛い、つらい、つらいじゃねえか。スライム強いよね。俺はもうね、すごいですよ。まあ、4割持ってるからね、あっちゃんね。ああ、うん、これ初心者めっちゃ嬉しいでしょ。これ、はじめの人も、こいつとりあえずぶち込めるでしょ。初心者はもう上級者。もうこれだってアモンスト界最強キャラでしょ。でもこの主要気味4。対応はね、いないからね。しかも爆発の貫通でスコア稼げて、うん、そうですね、本当にバンテがね、あの永久欠番バンテが首になってしまった瞬間ですよ。なんかね、貫通なのがね、やっぱね、正義なんすわ。そうっすね、貫通爆発っつうので、うん、やっぱ全体を便利だな。スピードもね、うん、それなりにある。いや俺ね、バンって首にされてマジ笑ったもん。この性能出た時に。いやマジですか。バンって解雇もんね、うん、証取り上げたい。証取り上げたい。売却したら手に入る。公式生放送とかの時にバンって使いましょう。まあ、そうだね、公式生放送の時はこのキャラダメかもしれない、ね、でもスライムぐらいはちょっと許可取ってほしい。ね、ドラケンは可愛いですからね。ちょっと許可取ってもらってね、うん、これもう本当にゼウスより強いからこいつゼウス使ったらゼウスちょっとかわいそうだけど、ね、ランク配信は誰もできるからそれもあるよね、その今回のクエストとかね、うん、でだからまあさっきのさ、あのポップのところをさ、あの周回の時にね、スライムにしてもそうね、うん、まあ、ちょっとその周回効率は落ちるけど一緒に稼げるみたいな、一緒に稼げる、ソウル機械よね。これもだから溜まりやすいのにさ、多いね。だからさ、35,000。効果楽勝なのよこれ。本気の数値ぐらいあるやん。それ一瞬で溜まりましたよね今回。これ一瞬で溜まります。一瞬なのマジで。一瞬で35,000。一瞬で千件の書とかもない。一瞬で35,000は。一瞬じゃないけど。ないけど。フル交換分は結構一瞬で終わるよね。一瞬で終わる。うん、はい、はね、俺らの一瞬と君たちの一瞬が、どれくらいか。いや、でも本当に運極2体も作る手前で多分全然、いや、1体も作らなくていいんじゃない、うん、運極1体作る手前で終わるよ、これは。ハムラ運極にしたなってさ。うん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 。いや、これ嬉しいのがさ、はぐれメタルを倒すとさ、そもそも、もうすごい経験値、いやまあそうですね、もらえるわけじゃないですか。うん、で、はぐれメタルって一番でかいソウル。そうそうそう、落とす、確定で落とすんよね。そう、嬉しくないですか。めっちゃ嬉しいです。もう何重にも嬉しいが重なってそう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 、嬉しさの爆発でしょ。嬉しさのバイバイチャンスなのかな、マジで。ちょっとこのハグレメタルはまあ今回初めての試み、うん、もうそうやねなんですけど、これはなんかその今後とも、じゃあハグレ検知ちょっと、そうハグレ検知ね、普通の降臨とかでね、そのこれほど率じゃなくていいからさ出せばさ、たまに、ね、頑張る人いるんじゃない。うんうんうん、
まあその他のコラボでもね、そう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 、こういうその遊びが、うん、まあ確かにあってくれると、まあでもハグレメタルだからっていうのはあるかもしれない。そうね、まあ確かにやっぱ設定を忠実にね表現してるからね。わかんないけどね、ハグレメタル的存在だ、うん、これ余ったのどうしようかな。余ったのはもう大重石よ。大重石嫌だな、結構あるな。だからなんかこの辺と交換して、あの引き換えとかに使うっていうね、あの楽引き換えにすれば美味しいかなとは思ってる。俺3で取れるから、3で取れるから今ドラゴンが1万体取れるわけですね。おかしいね、正義大変だわ。1万2000体ぐらいのドラゴンが取れるわけだ。いやそれを楽引き換えするし、楽すげえ上がると思うけど、ボックスカーセンスになるけど。1万楽引き換えの落下なんてやばくない？やばいな。え、普通にやばいよね今、だって1万2000で。あ、じゃあ倍になるわけだ。やばいでしょ、普通に。交換し放題。交換し放題ですね。これ熱いよね。まあ、こっちに回せるっていうのはね。確かに。ありがとうございますって感じで。うん、今回、マジうまいっすね。うん、まあ、あともうちょっとで。まあ、この期間中にまさかね、俺、完走すると思わなかったわ。もうするもんね、今日明日でしょ。まあ、今日多分ね、うん、俺の予定では、1490はいけるかなと思ってる。お4時までに。朝4時までに多分1000人で、毎回朝4時に起きてる。なのにあのスポット取って終電入れて寝るんで僕。なるほど。なるほどね。そうそう。そこまでがセット。そこまでがセットですね。1日の。ルーティン。そうそうそう。じゃあ本当明日楽しみにしてます。まあ明日、まあそうだね。宴。宴。うん。明日は多分もうやったーだね。宴ですね。おそらくやった。だいぶ予定を前倒しできたと思う。そうだね、本当にすごいわ。だいぶそう、だからベルとかもさ、食べてたんだよね。だから俺、3倍やるべーって食べてたんですよ。ずっと言ってさ、ためようって言ってもそれ40溜まってんのよ。なるほど。もうここでね、このぐらいのランクになったら解放するみたいに言ってたけど、そうそうそう、いやもうその解放する必要ない。だからラッキーなるよ。うん、ベル持ち越して、持ち越しましたね、ありがとうございますって感じですけど、まあ、それ以外がほとんどないんですけど、ね、うんうん、マジこのスタミナ、マジスタミナミにぶち込みたいんだけど、こう缶詰してさ、缶詰して、ランク上がりすぎて、そうそうそう、でこれ、オーバー回復、これ、9099って書いてあるけど、これ、マジでやばいぐらいあるからね、10万ぐらいあるんじゃない。で、100以上上がってるから、マジで10万ぐらいあるんじゃないかなと思って。これマジ缶詰して、修練にこのスタミナミン使いたいですね。缶詰して。修練に使う。いや、修練で使うでしょ。だってスタミナミンは。修練でなくなるよね。そう、だから修練で、だから1日2体修練できるじゃん、そうすれば。あと、詰め込みをちょっと。あ、どうでしょう。1日2体120人できるんだから。だからレベルの人とかみんな結構さ、今回重心がいっぱいしたからさ、フラッパで。なくなるね。少なくなってない。まぁ、今回そのモンストの日だから、ちょっと俺3枚くらい。うんうんうん。なんか今、モンストの日は2枚もらえるのかな。うんうん。作ってればね。はいはいはい。ラック機械でね、そう、それでめっちゃうめえ、ありがてえってなってたからさ、うん、これマジで缶詰させてほしいっすね。余ったオーバースタミナをスタミナミンに変換してほしい。換金させてくれればいいよ。換金。またやっぱこの大の大冒険、うん、いい作品です。あ、読んだね。読みました。めっちゃ熱くなれた。ああ、うん、いいね。なんかね、もう30ですけど、うん、もう今度5歳の気持ちになれた。バブバブじゃん。なんか本当にすごい、もうまっすぐなね、物語でね、うん、ね、全員いいやつなんですよ。全員いいやつなんですよ。敵もね、そう、敵の考えなのかな。いや、お前はさすがに悪いやつだろうと思ったら、いやいいやつか。お母さん毎回泣くってさ。うん、なんか本当なんか魅力的な敵がいるっていうのは、ね、やっぱいいですね。なんかちょっとクロコダインはちょっと6にしてほしいな、星6。ああ、そのレベルでね。いや、クロコダインが一番好きだから。俺大の大冒険とか全く知らんけど、俺も好きだもん。大の大冒険好きだもん。なんかちょっと落ち着いたらね、ちょっと読んでほしいですね。まあ、見るアニメとかでもね、見るわ。アニメも結構進んでるから、うんうんうん、いやなんか知らねえけど好きだもん。俺ポップとかめっちゃ好きだもん。ポップはね、マジでいいやつ。めっちゃいいやつ。ポップはね、もうなんかサブ感上がってるから、うん、なんかいいやつ感出てるもんね。めちゃくちゃ弱いんだよ最初、うん、いやマジで最近一番合ってるもん俺ポップ。一番最近合う人多いってこと。そう、1点目だから。リードポップだから。ゴメちゃんなんだよな、やっぱりな。ゴメちゃん、ゴメちゃん、ゴメちゃんなんだよ。ゴメちゃん、ちょっとなんかゴメちゃん。
ゴメちゃんゴメちゃんはゴールデンメタルスライムのゴメちゃんだ、うん、はいはいはい、うん、伝説のね。でこれね、1体しかいないとか1体しかいないんですよ、ゴメちゃんって。探しに来ない、ゴメちゃんみんな欲しいから探しに来ない。でも偽勇者はね、あのこのゴメちゃんが高くれるからゴメちゃんを誘拐してっていうところから話始まってくる。最低じゃん、あいつら。あいつら終わるの？いいやつだ、いいやつだ、あいつらえ、偽勇者いいやつだ。そういうやつなんだ。いやだってもう目こんなになってるし、悪いやつだ。こんなになってるから、100個悪いやつだ。まず魔法使いのおっさんがちょっといいやつ感、うん、初めに出し始めた初手いいやつ感出す。あいつからいいやつ初手いいやつ感出してくる。気になってきて、あいつがね、すごいっすね、ポップを変えるのよ。何そいつ、え、だいぶ大事じゃん。ガチャゲンにした方が良くないですか。偽勇者のそのおっさんにガチャゲンにした方が良くないかな。4号でもいいから、うん、まあ、そんなストーリーがあるんだ、ごめちゃん。じゃあまあ、めっちゃもんすかね。いやでも本当にね、あの神コラボだと思う。なんか普通にやっぱ今までのコラボとはちげえ、ちげえよ。だからまあそうだね、こうずっと楽しめる、遊べる、うん、終わったって感じじゃなくて、うん、曲作ったしもう終わったって感じじゃなくて、まあ、まだまだ、ね、そう、まあ、絞り取れる。でもこれ終わった後も思い出すもん。、うん、あー、大冒険最後まで、ね、遊べる。まあだからどういうタイプの人でも遊べるっていう感じだと思う。まあそうですよね、うんうん、まあランクはね、興味なくても別にね、曲作ればいいし、ね、ランクもなんか常に上がってるみたいなことになるわけです。本当にもうあの初心者から上級者まで楽しめる最高のコラボとなっております。うん、ちなみに、うん、まだ楽しみあります。まだね、まだあります。20日からまだあるんよ。まだあるんよ。これはちょっとまだあるんよ。楽しみ、楽しみが、ね、これはちょっと治癒ゲットできるかもしれない。治癒の大丈夫、やばいやつやばいやつ、治癒っていういいやつがいいんだ。あ、いいやつ、全員やつやん。いいやつしかおらんやん。ヒムちゃんとかもね、まあ、ヒム欲しいところではありますね。超級曲もね、はい、多分来ますし、来る気がしてますね、このミッションの数だし、ね、まあだって、いるもん。うん、うん、あ、なりそうなんですね、うん、あいつら、はいはいはい、なんならもうなんか3密ぐらい来そう、うん、ちょっと あと予想すると、うん、あのこれもキャラを使って豪絶をクリア、はいはい、ですね、はいはいはい、余裕ですね。大の僕もマンも強いから、大でわーってしても終わる。はい、はい、ってな感じですかね。はい、まだ時間あるので、うん、ぜひ皆さんもお楽しみください。あ、はい、バボさん最後に、あ、最後に軽めの告知を。はい、23日の19時から、ね、メンバー限定放送ありますので、メンバーになっている方、そしてもしくは見たいなという方は、まあ、メンバーになっていただいて、はい、ぜひご覧ください。もしかしたら時間変更あるかも、同じ日で。そうなんだ、なんかミッションしたいですね、この台の。そう、あ、なるほど、ね、超究極がいつかわかんないから、うん、来るかもしれない、ね、もしかしたらすいませんって時間だけ変更っていうかもしれない、うん、まあでもやるはやるから、やる、うん、はい、多分あの視聴者の方とそれこそハングルメタル集会とか今だったらやってもいいのかなと思ってますね、うんうんうん、はい、はい、ということでそちらもぜひチェックしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。